皆さ、ま、こんにちは、はい、よろしくお願い,いたします、はいあの。ちょうど今ね、帝国2時になりましたので、えー、これからですね、えー、みんなでつながろう公開型フリーランス相談会2というのを、えー、やらせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 で本日ね、オンラインで参加される方が大変多いというふうに聞いておりますので、えー、とリアルでね、ご参加の方、本当にありがとうございますあのいあの。ゆったりとお座りいただいてあの、お好きなところにおかけになって、えー、ご参加くださいませ。はい、それではスタートいたしますね。はいえー、本日の 企画趣旨でございます。ちょっと私が読み上げますが、フリーランスの悩み、抱えている課題について、弁護士が答える相談会を個人情報などに配慮した形でですね、業界内容を横断的にピックアップして構成して、公開型で実施したいと思います。でえっと、今回ですね、ちょっとあの注意事項がございます。相談者様のです、ね、プライバシーに配慮しまして、撮影及び SNS 等でのですね、画像のシェアは あの大変申し訳ないんですが、今回はちょっとご遠慮いただければと思っております、はい。じゃあ、それではご登壇者様のご紹介をさせていただきたいと思います。はい、じゃあ、えー、お三方いらっしゃるんですが、まずはじめはですね、えーと、ピアノ講師の、えーとですね、大林理香様ですね、あもしよろしければあのあの1分程度ですね、自己紹介をお願いします。えー 私は大手のピアノの音楽教室で働いております大林と申します今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはい続きましてはですね、えー、恐縮ですあの匿名でちょっと今日ご参加いただいております声優の方でございますすいませんじゃあご紹介お願いします はい、えー、声優をやっております。であの私の事例ということではなく、あの私の近しいまあまあ友達から聞いたお話っていうようなことなんですけど、ちょっとまああのいろいろありますので <laughs> 匿名で失礼いたします。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ね、匿名なのに参加してくださって本当にありがとうございます。はい、それではですね、えー、弁護士木下先生どうぞよろしくお願いいたします。 皆さん、こんにちは。えー、弁護士の木下と申します。えー、15年ぐらい、労働事件等に携わってきております。まあ、フリーランス問題、労働界隈でも非常にトピカルなので、えー、今日、有益な話ができればいいなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 ぜひねあの、プロのね、検知であのいろいろアドバイス、ズバズバしていただけたらなというふうに思います。はい、それではですね、はい、まずご相談です。えー、ピアノ講師のですね、おばや様からですね、あのご相談内容、ぜひよろしくお願いいたします。えっと、私からなんですけども、私の方は、えっと、長年、もう30年ぐらい、あの講師として、ピアノが、えっと、3歳の小っちゃな子から、80過ぎの、えっと、おばあちゃままで。 あの教えているんですけれども、えっと、まずはその、えー、どういうふうに働いているかということを最初に少しお話をさせていただきたいと思います。えっと、私の、えっとえー、堂々形態というですかね、そういうのは、えっと、1年契約で、まず、えっと、音楽教室と、えー、講師委任契約というのを毎年、えっと、更新しております。 でそこで、えっと、いろいろとお話をしてで、まあえー、契約を結んで、それでまた1年間働くっていうのを繰り返しているというような形になっております。で、業務内容、まあ、あの私たちは音楽教室なので、一番大きな、えーとえー、お仕事っていうのは、子どもたちとか、まあ、生徒さんに、えー、音楽を教えるというのが、まず一番の、えー、目的になっております。 その他にえっ、ー、に、やはり、えー、と教育の一環としていろいろなイベントっていうのがありますのでそちらの方にえっ、ー、に参加できるようにっていうことで、えー、促していくというのを1つです。それからもう1つは、えー、とやっぱり一番、えー、と生徒さんとお母様たち、ご父兄ですよね、との、えー、と橋渡しというのがありますのでそのご相談とかっていうのに乗るということも1つのお仕事になります。 それからもう一つは、えー、これが一番、まあ、あのいろいろとあることなんですけれども、事務処理というか、そういうものですね、そういうものが付随して、えー、とやらなければいけないということで、これが一番大きな、えー、業務になっております。で、えー、働き方なんですけれども、これは、えー、と毎,日毎日働かなきゃいけないとか、そういうことではないので、それはあの先生たちの、えーまあ 働き方と、それで会社側があ、じゃあいいですよっていうことがあれば、週2日で働いている方もいらっしゃれば、えっと、週5日、6日働いている方もいらっしゃるというような形です。で、まあえっと、1年間、そこの教室のところに行って、あの生徒さんの指導をするというのが大きな、えー、私たちの仕事というような形になっております。 でやはり今の、えー、とこう長年働いてきて、えー、いろいろと、まあ、最初の頃はこんなことがあって本当にいいのかなとかこんな働き方でいいんだろうかっていう疑問っていうのが、まあ、若い頃ですかはあったんですけどもだんだんやっぱりそれが常、えー、態化してるというか当たり前になってきてしまっていてでそれを、えー、外部から見るとそんなことをしてていいのとかそんな働き方で大丈夫なの とかって言われることがあってもうこちらとしてはもうなんかそれが当たり前になっていたのでえそうそんなもんなんだっていうふうにあの思うことがやっぱりたくさんありました、うん、例えばえっと私たちはこの、えー、かわか音楽教室で働いているんですけれどもえっとやはり、うん、あの 子どもたちを集めてそのほかにやっぱり、えっと、楽器を売れというなうな形になってきますよねそうするとその、えっと、生徒さんたちにその促してくれとかそれから、えっと、いろんなチームを組まされてその私たちであのどのぐらい売れたかっていうのを、えー、競わせたりとか。 まあそずいぶん昔の話なので、今そんなことしたら、分もう大騒ぎにはなると思うんですけれども、そういうまあ営業があの本当だったらやるようなことっていうのが、先生たちにえっと負担がかかってくる、でそれに対して、ああ微々たる報酬はあるけれども、一番おいしいところっていうのは、やっぱり営業の手柄っていうんですかね、そういうふうになってしまうこともありました。 あとは、えっと、やはりちょっとしたことなんですけども、いろんな、えっとえー、ことなんですけども、例えば何、えー、かイベントごとがあったり、そういうときには、まあ、一応あの交通費とかが出ますけれども、普通だったらば、えっと、それに対してあのいろんな報酬ですかね、例えばもうあの、1日仕事だったらば、普通お弁当が出るとか。 何か休憩時間に何かあるとかそういうものも全然なかったですしそれからまあ今は、えー、と生徒1人に,について1人あの少しお金がつくようになりましたけれどもそういうのに出演させても、えー、先生たちには何の、えーえー、報酬がなかったとかそういうこともありました。 そんな中で、えー、ずっと続けてきたのはなんでかっていうとやっぱり私たちは音楽が好きでやはり子どもたちに教えたりそういう。あの 好きになってほしいとかそ,のそういうところに喜びを持っているものですからそういう気持ちっていうのを、えー、抱えながら、まあ、いろいろと理不尽なこととかもあったりもしたんですけれども今まで続けてこられたのかなっていうあのことはあります。そしてまあ,あの一番大きかったのは、えっと、この前コロナになった時なんですけれども3ヶ月間やはり、えー、お教室の方は、えー、できないということになりました。 でその時に、やはり私たちの給料っていうのは、えー、と基本、お月謝というふうな形で、生徒さんからいただいた、えー、とお金、それを、えーとえー、その先生たちのレベルっていうんですかね、グレードによって、えー、と割合は決まっているんですけれども、半分とか 4,、えー、と4割とか、そんな感じの、えー、と形で、えー、お給料が払われていくんですね。 でそれがやっぱり3ヶ月間停止っていうことは、えー、全然お金が入らないというふうな形になったんですね。でこれでやはり先生たちもみんなノーホーとはしているんですがあの全国的にやはりそれはもう死活問題であるということになって先生たちの声がだんだん大きくなってきて、えー、と非常に。えー まあそれに対して上の方も少し動いてきたっていうような形がありましてでその時に私たちの立場っていうのがどういうものかっていうことが、えー、と明確になったのがそれまで私たちも委任期営役所を交わしてやっているっていうことで委任、まあ、講師みたいな形だったんですけどもここで初めてフリーランスだっていうことを言われたんですね。であフリーランスなんだっていうふうに思ってて。 じゃあ一体フリーランスっていうのはどういうものなのかとかそういうことも、えー、と今ねあのたくさんいろんなあの業種の人がフリーランスっていうふうなことであの声が上がってきているんですけども私たちもそのフリーランスという一員っていうか、まあ、ここで初めてそういう立場っていうのが明確になったっていうことだったのでじゃあ一体私たちはこれから働いていく上でじゃあこのフリーランスっていう 立場に立ったときに何ができてどういうふうにあのやっていけばいいのかっていうのがちょっと私もよく分からなかったのでそういうことをちょっとあのお聞きしたいなと思いました。以上ですすすあありりががととううごござざいいまま 拍手ありがとうございますね。大林様、本当にあのピアノの講師というね。非常にあのお子さんにとってお子さんのね。未来をね。作っていく、えー、素晴らしいお仕事をされてらっしゃる。ありがとうございます。ね、私もあの実はあの母1人息子がおりまして、えー、1> 中1になったんですけど、ずっとピアノを習っておりました。いいで,ねでね、3人ぐらいの先生に指示していただいてたんですけれど、えーえー、やっぱりあのフリーランスで教えてらっしゃる方がいて。えーえー ややははりあのこうやりがいはすごくあるそうです、ね、とてもあるけれどやっぱりその報酬面だったり保証面っていうのはもう全然ついてこないう、ね、もう何人の生徒さんをとっても,もう不安は尽きないっていう話をされてらっしゃって今あの先生のお話を伺ってても、ね、あやはりそういうところがまだまだあるなっていうのとやっぱりコロナがあって余計そこが加速したのかなという。 そこでやっぱり私たちも気がついたっていうか、うん、これは大変なことだっていうふうな気持ちになったっていうのがありますね、うん、あそうですよね、うん、コロナが、まあ、な,なかったらもしかしたらもう少し緩やかに気がついてたかもしれないです,です、ね、コロナを経てやはりこのままだと。うん まずいのではないかというふうに思われたというところで、あの本日、あのこちらにお越しいただいてありがとうございますというところで、あの先生、木下先生、ぜひあのです、ね、こちらのお悩みに対してですね、あのコメントをいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました、小林さん。えっと、1個だけ事前に確認したいんだけど、その2日とか5日とかっていうのは、えー、毎年の1年の契約にあたって、私は今年は2日。 私は今年はいつかっていう感じで決めてやっていくと、こういうことでいいですかそうですね、あの基本的には、本当は、えー、週3日働いてほしいっていうのが最初の、えー、決まりだったんですけども、こういう時期になりましたし、やはりあの収入面で、一人暮らしの人は絶対できない仕事である、それから結婚してないと、やはり、あの 収入面で自立してっていうのは難しいっていうことがありますからそういう面であの、まあ、2日でもあのだから先生になる人が少ないこの頃でも、えー、と先生たちも高齢化してきているっていう実態なんですねっていうのはどうしてかっていうとやっぱりそう今言ったようなことでちあの若い子たちが入ってこないですねそうすると先生にな,れなる人たちっていうのが いないのであの、それに対して、えー、割り当てる教室がないので、もう2日でもいいから来てくれ。みたいな形で言われてるんですね。ですから、まああのそのうん、週何日働くっていうのは、まあ、こちらの希望が言えるっていう形です。 分かりました、まあ,あのとはいえ結んだ以上はあのそれはあ全うしなきゃいけないのかなとは思うんですけどもえっと質問は <laughs> 実はもっといろいろあるかもしれないですけれどもと時間の関係もあるのであの私の方から話し始めさせていただきます。 えとまあ、あ,のあなたたちはフリーランスですというふうに会社から言われて、まあ、立場がはっきりしたとおっしゃったんだけれども、まあ、そこはあのもう一歩あの検討が必要なのかなというふうには思いました。でまあ、フリーランス、まあ、業務委託契約の人は、まあ、フリーランスとも呼ばれたりすると思うんですけれども、えーとまあ、業務委託契約なのかあるいは、まあ、労働にまつわる契約労働契約なのか によって、まあ、法律の保護の仕方っというのはだいぶ違ってくるんですよね。で、業務委託契約だと、まああまあ、お互いが合意した内容次第ですねということにはあなるわけですね。でも、あの労働契約だと、何でもかんでもあの、まあ、会社が自由に決めていいというわけではないということになるわけですよね。例えば、そのお弁当しかもらえないみたいな話があったけれども。 それ働いた分はあのお金をもらわなきゃいけない。少なくとも、どんなに少なくいっても、最低賃金法っていうのは労働者を守るので、えー、それに基づく賃金はもらえるはずだということだし、えーまあ、労働時間が長くなれば残業代ももらえるということになるのかなというふうに思います。で、えー、まあ、フリーランスと呼ばれてるけれども、実はあの労働契約なのかもしれない、まあ。その可能性はあるにはあるかなというふうに思って聞きました。 でこれは、えっ、ー、と、まあ、いくつか法律的な要素ですね。えー、まあ、仕事を,を頼まれたらやんなきゃいけないかどうか、まあ、託費の自由とか言ったりしますけれどもね。あるいは仕事の内容について、えー、ああしろこうしろというふうに、えー、指示を受けて、それに従ってやんなきゃいけないのが、まあ、指揮命令とか言われますけれども。で、あとは、えー、まあ、もらってるお金が、あーロームの対価。 と言えるのか、まあ、働いた対価と言えるのか、えー、あるいは自分たちが提供したサービスに対する対価と言えるのかっていう、まあ、そこはちょっと微妙な話なんですけれども、あとはもっと細々した話があって、そ,のそこでしか働かないように、えーまあ、契約上になっているのか、他でも働けるのかとかね、あるいはその自,分でその自分の道具を持ってその仕事に臨んでいるかとかね、ピアノは誰が提供するかとかね、 あのえーまあ、時間的、場所的、拘束性とか言って、あのまあ、あこの時間、この場所にいなきゃいけないということ、まあ、いろんな要素を踏まえて、えーまあ、そ,そこら辺んが、まあ、特に指揮命令が大事かなと思うけども、いろいろは成功性と言われて、それに従わなきゃいけないと、まあ、労働契約という余地はあるのかな。だから会社はフリーランスと言うけれども、実は、えー、労働契約。 最低賃金法に従った賃金は最低限もらわなきゃいけないとかね。まあ、日あのお話には出なかったけれども、何かその、強制的に何か転引きされるお金があるような話もえ伺っているんだけれども、それは労働契約だと、賃金全額払いの原則っていうのがあって、全額とりあえず払わなきゃいけないということになってますので、それも許されないしというようなことなんです。 なので、えーまあ、それであるのかどうかっていうのによってちょっと違ってくるということです。で、一方、委託契約関係だと、まあ、そういうようなその契約の縛りっていうのが、まあ、薄れますので、えーまあ、そこはあお互いで話し合った内容次第になってしまうところはあるんだけれども、まあ、このフリーランスサミットできっと話題には上ったと思う。 しまあ、前のコまで登ったような気もするんですけれども、あのまあ、業界ごとに、まあ、あるべき望ましい労働条件、あるいは労働条件というか就労条件ですね、あるいは少なくとも守られるべき最低限の就労条件を、えーまあ、ひな形のようにした標準契約書というのを、まああまあ、作り上げて、ですね、えー、広めていって、えーまあ、それをに基づいてですね、えー、契約を結びなさいと。 いうようなあ、まあ、あ交渉、話し合いをするということはあるのかなというふうに思います。で、まあ、これをどういうふうに実現するかというと、えーまあ、やっぱりもうやられているようですけれども、一、まあ、人でやるんじゃなかなか難しい。やっぱり皆さん同じ立場に、似たような立場に置かれているということでしょうから、えーとまあ、そこは集団として。 えー、話し合いをしていく方があ会社に対しては迫力があるというわけですよね。で、で、まあ、に応じているんであれば、まあ、そして、かつ中身のある、実質のある話し合いができているんであれば、えー、そこはあぜひそこを続けてくださいと。えー、やはりその集団的に、えーまあ、納得のいかないところについてきっちり話し合って、いい条件をね、えー、新しい契約を作っていきましょうと。 ということになりますけれどもお、まあ、そもそも応じてくれませんと。あるいは、応じてくれはするんだけれども、非常に上滑りした回答ばっかりで、えー、中身のない話し合いに終始してしまうと,ということになると、おまあ、次の一手どう打つかということを考えなきゃいけないんですけれども、まあ、伺った話の感じだと、えー、まあ、労働契約かどうかは一旦置いといて、えーとまあ、労働組合法っていうのがあってですね。 えーまあ、労働組合を、えー、がどういうような権利があるかというのをいろいろ定めている法律なんですけれども、えー、それによると、えー、団体交渉権というのが労働組合にはあるわけですで。その裏側として、会社には団体交渉義務、まあ、応じる義務というのが、応ダ義務というのがあるんですよね。でこの団体交渉応ダ義務というのはあの、机につくだけで OK ということじゃなしに、 誠実に団体交渉に応じる義務もあるということになるわけですので、えー、全くその理由もろくにしゃべらないで、その基本、その基礎となる資料とか根拠も示さないで、あれもダメ、これもダメと言ってるんじゃダメだし、えーまあ、非常にペペな人が出てきて、えーまあ、シャンシャンで会議を終わらそうとするのもダメ。というようなことになるわけですよね。で、えー、まあ 今の話とかですね、えー、を聞いてると、皆さんは労働契約を結んでいるかどうかは、えーまあ、そこはまだいろいろ検討する事項はあるかなと思うんだけれども、労働組合法の上では労働者と言えそうな気はしました。つまり、えー、保護の範囲というのはちょっと違うんですよね。えーまあ、これが中くらいの円が労働契約でいう労働者。 であるとするととす、えー、労働組合による法による労働者というのはもっと大きい縁なんですよねで。皆さんは少なくともそこには入りそうな感じはしました。これはですね、えーまあ、組織会社の組織に組み込まれている、企業の組織に組み込まれているかどうか、ね、必要な重要なあの労働力として組み込まれているか,とか、契約の内容が一方的に定型的に決められちゃっているか,とか。えーえー でまあ、指揮命令というのも要素には上がってくるけどもっと緩いんですよねあの労働契約の指揮命令の判断によりは、ね、でそういうことを考えると、まあ、どんなに少なくともいってもあの少なくいっても皆さんがいなかったらこの教室はおよそ成り立たないということで皆さんは組織の、えー、中で不可欠なあ、まあ、労働力として組み込まれているというふうに言えそうな気はしました。したがって えーまあ、集団的にお話し合いはしてるんだけれども、えー、ちょっとどういう形でされてるのかは分からないんですけれども、まあ、労働組合という形で、まあ、正,式な正式な集団として作って、でえー、その労働組合法を縦にです、ね、話し合いをしていくと、団体交渉をしていく、でえー、うまくいかないんだったら、それは、えーまあ、団体交渉に横断、えー、する義務に反してると、不当労働行為と呼ばれますけれども。 えーまあ、こういう、まあ、法律違反の状態になるので、えーまあ、そこを、えー、白黒つけてもらうために、えーまあ、行く機関、労働委員会っていうのがあるんですけれども、えー、そこに持ち込んで、えーまあ、誠実な団体交渉に応じてくださいと、そういうふうに命令してくださいというふうに追及するっていう方法はあるのかなというふうに思います。 でえー、もう時間がなくなりかかっているんですけれども、えー、とこれもお一つの例として、えー、紹介をおすると,、えー、と、3年前の11月にヤマハ音楽教室というのがあるんだけれども、この,あの先生たちがあ労働組合を作ったんですよね。これはそのお無報酬の労働があって、それは納得いかないと。 いうことだったり、まあ、いろんな要求があって、えー、作ったというようなことなんですよね。で、えっと、もこれにつき、えー、去年の12月に2回目の団体交渉を行っているというのがホームページに出ていてですね、そこで議題になっているのは、レッスン外の業務に対する報酬の支払いについて、ね、ガイドラインがあるんだけど、周知がされてないとか、いろんな問題があるみたいなので、それについて話し合いを持ちました。 講師に対するスタッフのハラスメントがあるということで、これの相談窓口を作りなさいというようなことを話題にしておりますので、皆さんとヤマハの方がどういう働き方の違いかはちょっと存じ上げませんけれども、一つのまあさらに集団的な話し合いを実現していくという方策としては、検討していいのかなというふうに思いました。 とりあえず以上です。はい、ありがとうございます。えー、木下先生のね、あの解説によって、あ、次何をすればいいのかなっていうのがね、見えてきたのではないでしょうか。あの本当にあの先生がおっしゃる通りで、一人ではなくチーム集団で、えー、話し合いの場を 作っていくというところが、あの次に進むコツなんじゃないかなというふうに思いました。本当にありがとうございます。じゃあすいません、大変お待たせいたしました。あの声優の方にですね、ちょっとあのお悩みをですね、ご相談していただければと思います。お願いいたします。はい。 ありがとうございます、えーと。改めまして声優をやっております。匿名のじゃあ K ということでお願いします、えーと。前提としてですね、声優というのは、ほとんどが事務所に所属をしているんですが、そのうちのほぼほぼすべてが、えー、フリーランスという形です、えー。事務所との雇用関係はありませんで。さらに言うと、事務所と契約を結んでいる所属契約書を取り交わしたという人たちも非常に少ないなというのを。 これちょっと数字全く分からないですが実感として非常に少ないなというのを感じています。で、えっと、今からご相談するのも結構あるあるな話ではあるんですがあの事務所が主催をして新人の人たちを対象にした舞台を企画をされました。でそれに参加をすることがほぼ義務だと言われています。 でそれの稽古がですね、もう週に3日、4日っていうぐらい、しかも2ヶ月とか3ヶ月とか、かなりの長時間、長期間あって、えー、それにももうほぼ全部出ろと言われていると。で、それが、あのただですね、出演者が非常に多いので、今日はもうずっとあのホールの端っこで見ていただけでしたっていうような日も結構ありますと。でも、それを見ているのも勉強だから。 必ず出るようにとで、それが除外される唯一のことがあるとしたら事務所から仕事が入った現場があるから、えー、ここの日はいけませんというのだけしか認められていないというようなケースですね。でそうなると,、えー、ともう23ヶ月っていうような長期間で週34っていうのが当て込まれてしまうとアルバイトをするような時間もできずあのかなり困窮になってしまったと。 でそれが非常に苦しいんだと、生活費がないですっていうことを伝えても、新人には必要だからと言われて、あのやっぱり出なきゃいけなかった。であの、事務所の主催でもちろんチケットを売ってはいたんですけれども、出演者に対しては、あのそれも勉強だからということで、出演費は、えー、もらえなかったというようなことがありました。 でこれがですね、あのまあ、本当に生活が苦しくて借金をしてしまうような人も出てきたりとかしてっていうこともあるんですが、でもやっぱり勉強だからとか、下手なんだからやらなきゃいけないようだとか、あのやはり事務所の力っていうのが個人にと比べるとどうしても強くなってしまう、特に新人の頃はそうだというのがあって、まあ、圧力を感じているんだけれども、どこに相談していいかもわからないし、あの誰かに。 じゃあマネージャーに言っても,もうしょうがないよねやるしかないよねって言われるだけであると。でこういった時にどう,どうしたらいいのかっていうことですねどこに相談ができるのかだとかそもそもこれってアウトじゃないですかっていうようなこととかも今日お伺いできれば嬉しいなと思っていまままますすすすよろしししくおおお願願いいいいありがとうございますそれでではあの木下先生た、ま、たこちらの、えー、お悩みにですねコメントをお願いいたします。 はいえー、ご相談ありがとうございました、ケイさん。えっ、ー、と、まあ、冒頭おっしゃっていただいたように、そ,のそもそもその所属の契約すらないという方については、それは所属の契約書面がないっていう意味でおっしゃってるんですかね。そうですね。本当にそこが曖昧で、じゃあ今日からあなたはうちの事務所ですよって言われて、 すべて、それがすべてみたいな感じですね。だから、紙、まあ、はないけれどもお、お互いの意識としては、あのうちの声優ですとあの、ここ事務所所属の声優ですと、いうことで、えー、基本的にはそこから仕事が来るような形なんですよね。そうですね、そこの合意は得ていると思います。だから、まあ、そうすると、契約書は交わしてないけれども、契約は存在すると。 いいいうううこととななのかなというふうには思いますけれどもそうするとその内容が、えー、何なのかっていうのがあ、まあ、先ほどピアノの先生のお話をしましたけれども、まあ、まずは、えー、そこから入っていくんだと思います。と結論先回りして言うとなかなか難しいご相談だなというふうには思ってますけれども、まああのまあ、その難しさも含めてあのお話をして、えー、いければなというふうに思います。 で、そうすると、その所属契約っていうのが、どういうふうに見られるのか、何か仕事を振られたら、それを断れないでやらなきゃいけない立場にあるのかですとか、えー、まあ仕事のやり方についてそのものについては、つまりその声優業本体については、何か言われるってことはあんまりなさそうなんだけれども、 え何時にどこにしなさいとか、それこそ先ほどおっしゃったように、やること自体はないけれども、そこにいなさいとかね、何時から何時まではいなさいとか、そういうようなレベルでのおまあ指揮命令があ,ありそうなのかなというような気はしますね。あと、専属性とか、先ほど言ったようなもろもろを見ていくと、ほとんどがフリーランスとおっしゃったけれども、場面によっては、 この部分は労働契約だよねっていうことがあるかもしれないというふうに思います。で、えっ、ー、と、まあ、それに、まつわって、ちょっとだけ一個面白い、まあ、裁判例を紹介すると、劇団員のが労働者なのかどうなのかっていうのが問題になった事件について、 2020年に判決が出ているんですよね。これ、エアースタジオ事件というんだけれども、えーまあ、2008年に、えーまあ、入団をして、えー、劇団員になった人は、えーまあ、公園に出たり、えー、あとはその大道具、小道具、等々と、えー、裏方業務をやっているということなんですよね。ずっと無休だったんだけど、5年ぐらい経って、えーまあ、月6万円もらえるようになって えー、あとはおっしゃっ、えー、と先ほど K さんもおっしゃったようなあのチケットを売ったらば、えーまあ、いくらかその具合的にもらえますねというチケットバッグがあったというようなあことだったんですよね。でこの人はあ辞めた後に、えーまあまに自分は実は労働者でしたってなもんで未、あのーまあ、払い賃金がありますと、まあ、おそらく最低賃金をやんだかな。 ととかか言ってて請求を立てたのかなと想像し、まあ、ちょっと不正確かもしれませんけれども、すいません、えっと、情報不足でして。で、えっと、これ、えーまあ、東京地方裁判所っていうのは、この公園に出る仕事については、これは労働者じゃないよねっていうふうに言ったんだけれども、えっと、この高等裁判所はいやいや、労働者ですよと、こういうふうに言ったんです。 でえー、とこの判決は実は、まあ、いろんな評価があるようではあるんですけれども、えーと、この裁判所が言ったのは、こんなことを言ったんですね。えー、劇団員は、えー、公演への出演を希望して劇団員になっているのであって、これを断ることは通常考えがたく、仮に断ることがあったとしても、それは、えー、会社の劇団の他の業務に従事するためであって、 劇団員たちは、えーまあ、劇団から受けた仕事を最優先で遂行することとされ、えー、劇団の指示には事実上従わざるを得なかったので、えー、脱費の自由があったとは言えない。こんなような言い方をして、あとは他にもろもろ検討して、労働者性あるよね、ということで、えー、まあ,あ、雇用された労働者で、賃金が払われるべき労働者だよね、というふうに結論付けているわけです。 でまあ、今の部分、えー、読み上げた部分をお聞きになって、ああ、わかるよねと、わかるわかるというふうになった部分もあるのかなというふうに想像しますが、えー、要するに、えーまあ、フリーランスですというふうに、いわゆるフリーランスですと、えー なので、まあ、労働法上の保護は全く得られないというのは、まあ、直ちに決めつける必要はなくて、えーまあ、どれだけのそういう縛りを受けながら、えー、指揮を受けながら仕事をしているのかっていうのを分析した上で、場合によっては、あまあ、この事件のように、えーまあ、賃金払ってくださいというようなことを言うことができるかもしれないというふうに思います。 まあ、あるあるっていうことなので、えー、具体的な一事例じゃなくて、どこでも行われているということで、まあ、問題の深さはうかい知れるんですけれども、おまあ、そういうところを一つ選択肢として検討するということがあるかなというふうに思います。で、ただ、えー、まず、あ、ここから難しさについてお話をしていくと、えー、じゃあ労働、労働者ですねと。 えーまあ、この新人公園については賃金払わなきゃいけないですねというふうになった場合にですね、えーまあ、労働法だけじゃ多分、立ち打ちしきらなくって、結局、じゃいくら払えばいいんですかっていうのが、まあ、全く宙に浮いちゃってるわけですよね。そうすると、そこはもう法律だけを頼りにすると、えー、先ほど言った最低賃金法ぐらいしか、えー、まあ行き当たるところがなくてですね。 1>, えーまあ、1時間、東京だと1070いくらとか、そういう話なわけですよ。で、まあ、時間、1日7時間ってなことで、えー、まあ、その7000円はもらえるかもしれないけど、それで食えるかっていうと、ちょっと大変でしょう。っていうことなので、まあ、それで仮にこの、まあ、しかも会社はこれに最大限抵抗するでしょうからね。えーまあ、最大限抵抗するのを打ち破って、最低賃金になりました。じゃあ、よかったですかっていうと、まあ、ちょっとそうでもないかなと。 ということになるのかなと思います。で、えっ、ー、と、えー、例えば、まあ、労働法上の、まあ労、労働者ではないということになっちゃった場合に、えーまあ、他の法律にちょ一瞬だけ目を向けると、えー、商法っていうのがあってですね、えー、商人の、えー、商人さんの法律っていうふうに書いて商法なんですけれども、これは、えー、商人が営業の範囲内で、 他人のために行為をしたときは相当な報酬を請求することができるこういう風な条文があるんです。つまり、えー、特段のあの報酬について合意をしないまま、えー、仕事をやっちゃったということがあった場合に、えー、まあ商法によって相当な報酬の請求っていうのがあり得るわけですよね。 でまあ、その時相当な報酬がいくらかということはあるはあるんですけれども、まああのまあ、最低賃金法にとらわれることはないかなというふうに思うので、これが一つ使えれば選択肢としてあるのかなと思いつつも、えー、残念ながらその声優の皆さんは、えー、商品とは違うのかなというふうに思うので、これに頼ることもできないということで、まあ、あのなんかちょうど うまく守られないところに、えー、落ち込んじゃってる可能性があるわけですよね。でそこがあの大きな問題だし、えーまあ、フリーランスの取引の適正化に関する法律っていうのがこのほどあの国会であの可決されたんだけれども、まあ、そこをある程度手当てすることを、まあ、少なくとも目的にしたものなのかなというふうには思うんだけれども、まあ、それが十分かどうかっていうのは。 まだあ、まあ、問題があり得るかなというふうには思います。で、そうすると、じゃあどうすればいいんですかということになると、えーまあ、やはり適正なあ契約が結ばれるような、えー、行動を、えーまあ、声優の仲間と一緒に話して、それを、まあ、会社にぶつけていくということを、 せざるを得なないのかなと、まあ、やっぱり一つの手としては考えざるを得ないのかなというふうに思います。やはり業界全体で、えー、まあ共通する問題であるっていうことで、えー、その土壌は一つあるし、えー、あるしということだと思います。で、えー、まあ先ほどと同じ話になりますけれども、えー、まあ労働契約じゃない。 かもしれないけどもしかしたら労働組合という形で組織をして、えーまあ、会社を無理無理いい交渉のテーブルにつかすという手はあるのかもしれません、まあ、まあ先ほどのピアノ講師の例ほどにその組織的な組み入れについては、えー、どうなのかなというふうに思うところはありますけれども少なくとも検討に値することなのかなというふうに思いますでまた えとまあ、こ,のこの間ですね、えー、労働組合にいる労働者なのかどうかっていうようなことが問題になったあ、まあ、事件っていうのがいくつかあるんですけれども、えー、例えばあコンビニのフランチャイズオーナーっていうのは労働者なのか、<ん>あるいはクモの先生っていうのは労働者なのかっていうような。でまあ、コンビニのフランチャイズについては、あまあ、えー ある段階では勝てたんだけれども、ちょっと別上にあの事件が上がっていくと、まあ、負けちゃったんですけど、負けちゃってるんですけれどもね、まだ結論は、最終結論は出てませんけど、えっと、雲の先生なんかは、えーまあ、労働委員会のレベルでは労働者性が認められて、で、その後、まあ、会社が不服って言って、不、えーまあ、服申し立てのようなものをしたんですけれども、まあ、その中で和解がなされたというようですね。 でえー、そこはですね、えーまあ、労働者であることを会社が認めて、えー、話し合いに応じているかどうかというのはよく分からないんですけれども、肝、えー、に限らず別の例でもあの、会社側が労働者であるかどうかは置いておいて、協議には応じますということで対応をしてくることもあるんですよね。でそれで、まあ、それなりに意味のある話もされる例があると。 というふうには聞いていますので、えー、まあ労働組合等の労働者かどうかというのを検討した上でです、ね、えで、ー、そこがあるいは簡単じゃないということがあったとしても、えー、じゃあ、集団を作って集団的に会社に対してこちらのお願いを聞き入れてもらうように話し合おうということを諦める必要はないというわけですね。 でえーまあ、そこの労働組合法上の労働者であるかどうかは、あー中に浮かしたまま、あそこはあフリーランス同士で、あるいはフリーランスも様々ですけれども、えー、各業種ごとにですね、つ、え、な、ーまあ、がっていって、えーえーまあ、なんていうかな、ネットワークしていって、その中で問題を共有していって、ということが実際の取り組みとしては、ここ数年行われているところですので、 まあそこから始めるということなのかなというふうに思います。あともう一個だけ言わせてくださいね。もう一回ごめんなさい。<laughs> えっと、それで、えー、やっぱりその標準契約書っていうのを、まあ、広めていって、まあこれをその、 法律上の義務付けというところまでいくかわからないけれども、相当に格の高いものとして、業界的には守られるべきものとして、えーまあ、確立していくっていうことは、あとても重要な、あまあ、現状の中では重要な試みなのかなというふうに思っております。で、えっともう、もう3日やってるので、どこかで話題になった気もするんですけども、 2022年7月に文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインというのが文化庁から出ていてですね、そこでは一応契約のひな型的なものがあって、それをまあ広めていきましょうねみたいなことにはなっているんです。これが十分かどうかというのはまた別の問題ではありますけれども、少なくともそういう形で 何かその、なんていうか、規制とまでは言わないんだけれども、ルール作りっていうのが必要であるっていうことは、えーまあ、社会的な認識としてはあできているというふうに思いますので、まあ、個別の問題について会社に対応していくというのと合わせてですね、よりその業界横断的な試みとしては、えーまあ、どういう労働条件がね、まあ、 通常、あるべき労働条件なのか、こういう、それこそ,その無償の労働とかさせられるべきじゃないか、そんな契約に書くような、べきことじゃ本当はないと思うんですけれども、えーまあ、そういうのを、まあ、規制するような、ね、形での、えーまあ、条件をですね、集めて、で、これを良、まあ、き、えー、契約書に作り上げていって、で、これをその結ばせるように要求していくと。 というのが、あまあ、より、要介護断的な大きな試みとしては必要なのかなというふうに思います。なので、即、え、効、ー、性のある回答はなかったかなというふうに思いますけれども、個々の事例については、もしかしたらこの道があるかも、あの道があるかもというのはありますし、えーまあ、あのより広い運動のきっかけに、えーまあ、なるといいなというような話をさせていただいた。こんなところです。 はい、ありがとうございます。木下先生、どうもありがとうございました。じゃ拍手お願いします。そうですね、あの本当に今あのお二方に、えー、もしかしたら共通の部分もあったんじゃないかなというふうに思います。あの。 ね、お聞きくださった皆様もおそらくあのこう悩まれてここに参加されている方もいらっしゃると思いますのであの今、ね、木下先生がおっしゃってたあの、まあ、ズバと解決ということではつながらないかもしれないですけど一歩一歩です、ねえー、進んでいくためにです、ね、まず仲間を作ったりです、ねえー、そこからこう見えてくるものがあるんじゃないかとあのやっぱりあの若手が担い手が、ね、少なくなってしまうんじゃないかという懸念をあのお二人ともあのされていたのがすごい印象的でした。でそのため あのこれからねどんどんこう若手をですねあのこのお仲間に入れていくためにもやはりあの今、整備されていないものは整備していくということが必要なんじゃないかなというふうに思いましたもしよろしければですねちょっと時間も押してしまっているんですが1分2分ぐらいでお二人であのちょっとあの先生に聞いてみたいことだったりとか感想をちょっとお伝えいただくことは可能ですかありがとうございました。 えー、やっぱり一人ではできないっていうことはすごく感じていてただ温度差っていうのがあるっていうのがはっきりとしていることってこの自分の事務所の中でも温度差があるしでやっぱり全国の、あのー、組織なものですから、えっと、昨日も、あのー、地方とそれから都市部の えと温度差がすごくあるっていう話をきお聞きしてあその通りだなとこっちがすごく思っていてもそんなことは大したことはないっていうふうに思ってる人あとはそういう地域っていうのがあるのでそういうのをまとめていくっていうのはすごく大変なことなのかなっていう気がするので、まあ、できることを一つずつやってあのし,していくことが大切なのかなっていう気はしましたはいありがとうございます それではですねえ、K さんとお呼びしますね。はい、じゃあ、K さんもあのちょっとあの聞いてみたいことだったり、感想だったりっていうのを、はい、ありがとうございます。昨今ですね、業界内での団体っていうものも結構できてきていまして、あの権利を守っていこうという動きもすごくあるなと思うんですが、あのちょっとクイックな質問として、その、えっと、団体交渉に応じなければならないという義務っていうのは、 1あの一社だけじゃなくぜな、なんて言うんでしょう、あのうちはこうヤマハさんだとか、クモンさんみたいなこう大きなところっていうよりは、すごく小さな会社がたくさんあって、事務所もそうですし、音声制作会社みたいなものもそうですし、映像制作も同様なんですが、そうやって小さな会社がたくさんあるので、交渉する相手が非常に多いっていう感じなんですけど、そういった時って、1社1社当たっていくっていう感じなんですかね。そそれともそのの例えばじゃあ事務所側の 同じく組合みたいなものがあれば、そこがその応じる義務になってくるみたいな感じなんでしょうかそうですね、まあ、これはあの業界によっていろいろあるとは思うんですけれども、まあ、原則としては、まあ、あの各会社。 の要するに、まあ、ここの条件について,労働条件についてあ、就労条件とかね、あるいは契約条件について話し合っていくっていうことなので、アプローチとしてはここに、えー、なりそうな気はするんですけれども、ただそ、めっちゃ大変だと思う。例えば、あ競馬業界の,あ,のあれって調教師がその厩務員を雇っているんだけども、話し合うときは、厩務員ちょ、 勤務員があの調教師一人に対して全部話し合っていくんじゃなしに、えーまあ、調教師の団体みたいなところと、勤、まあ、務員を集めた組合が話し合っていくという、そういうような形もあるので、ただそういう土俵を作れるかどうかということだと思いますので、ここは、まあ、それはそれで相当大変なことなのかなと思います。けれども、ただ業界に共通の問題について話し合うんであれば、そういう形の話し合いの場を作れるのが理想的だなというふうには思います。 ありがとうございますであのさっきこう最低賃金でっていう計算になるかもしれないでそれだと不十分かもしれないっておっしゃってたんですけど実際の感覚からすると週に3日、えー、月に1日に7000円で月で10万ぐらいもらえるってなると全然十分じゃんって思っちゃうぐらいの貧困さなんですね。なのででもそれをじゃあ30人40人の 所属者に対して全員に払っていくともう間違いなく事務所が潰れるんですね。そのぐらいの、あのー、規模感のビジネスがかなり多いなという感じがするので,でそうなると潰れ,ない潰れられても困るもらえなくても困るど,どうしましょうっていう感じになっているのでちょっとまたご相談させてください。 ありがとうございました。ちょっと最後のは、ちょっとパッと答えられないですけども、はい、ぜひあのこの会話を外で続けられれば、はい、お願いします。私もいろいろ教えてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 ちょっと、ね、あのこの時間内ではですねなかなかこう難しい課題もあると思うんですよねただあの今日ここにお集まりいただいてでやっぱりあの木下先生のようなあのプロの,あの法律をねあの司る方がいらっしゃったりとかですね他にもあの皆さんの支援してくださるような方がたくさんいらっしゃいますので、えー、とこういう機会をうまく活用していただいてでお二人もあの多分あの近しい部分が悩みで近しい部分があったと思います仲間をどんどん作っていってでそれであのこう前に進んでいくと っていうことをまあ、今日きっかけにね。あの一緒にやっていけたらなと思います。本当に本当に今日はちょっと長い時間になりましたが、ありがとうございます。それではですね、えー、ご相談内容、あのちょっともしあのもうちょっと聞きたいわ。ということであれば、この後であの個別でやっていただいても大丈夫ですので。はい、じゃあえっ、ー、と。ここからですね。えー 今回ですね、あのフリーランスサミット2023年のですね、テーマが B プラウドという、えー、素敵な、ね、あのタイトルがついております。B プラウドの花をあなた個人として、えー、咲かせましょうということでですね、あのお手元にですね、お花の形の大きなシールがあると思います。ございますでしょうかはい。 でそちらにですね、えーと、フリーランスが誇りを持って働くために必要な一言をですね、あのお書きいただいてもよろしいでしょうか。はい、そこにね、筆記用具がございますね。ははいうん、先,生先生も書いてみる先生も書く先生は書かない先生も書こう。先生も書くことになりました。お手数ですが、よろしくお願いします。ありがとうございます。マジックが、じゃあ、ね、こちらですかね。はい 先生もお願いしますはいありがとうございます ね、実はあの、私、あの、司会させていただいた、あのティールスタート株式会社石原と申しますが、私も実はあの,あ,のある種フリーランスに近い働き方をしてまして、本日のですね、お悩みは非常にあの、自分ごととして切実でした。もうお伺いできてよかったです。で、あの回答っていうのは、なかなかズバッとはないかもしれないんですけれど、ここであの仲間になっていくこと、そしてこういう知見をみんなで共有することが非常に重要なんだなっていうのは、あの、本当に今日参加させていただいて痛感した次第です。 もしあの書き終わった方いらっしゃいましたら、ちょっとあ,ありがとうございます、K さんですね、じゃあ、圭さんあの、ちょっとお花見せていただいて、カメラにちょっと映るようにですね、一言あの説明をお願いします皆さん、非常に美しい言葉が並んでいるなっていうのを書いてから気づいたんですが、主張していこう、あのこれも大事だと思ってます。素敵 ありがとうございます。それではですね、次大林先生お願いします。マイクマイクマイク。マイクマイクえっと好きの気持ちを大切にと書きました。やっぱりさいあの最終的に私たちは音楽が大好きでやってるっていうことを忘れてはいけないなと思っていたので、それを忘れて忘れなければ。 どうにかなるかなと思いました。<laughs> 素晴らしい。勇気づけられますね。本当にありがとうございます。それではね、あの最後にですね、木下先生、どうぞよろしくお願いいたします。すみませんあの。想定外でしたけれども、そしてちょっとあの固くて字が汚いんですけども、フリーランスも団結は力、団結は勝利というふうに書きました。団結は力、団結は勝利というのは、えー、私の事務所の大先輩の宮里邦夫弁護士の え好きな言葉でして、えーまあ、労働者のために一生、えー、を捧げた人なんですけれどもあの、彼もきっとこういうふうに思うんじゃないかなと思って書きました。はい、ありがとうございます。ナイスアドリブ力ですね。本当に、あの、本当はね、あの書く予定じゃなかったで書いていただきまして、本当素晴らしい言葉です。えっと、皆さんね、3人とも本当素晴らしい言葉を、えー、っと書いてくださいましたので、えっと、こちらですね。じゃあ、お手数ですが、あのこちらの方に。 押しいいただいてですね、このシールを貼っていただくというのをやっていただきますでしょうか。はい、写真もね撮らせていただきますので、はいはいじゃえっ、ー、と今回のセッションはこ,こ,にこ,これにて終了となります。本当に皆さんご参加ありがとうございます。 今後の、ね、企画のためにぜひこのアンケート QR コードで簡単にできますのでえお答えくださいませ、えー。そして他のエリアや他のセッションも引き続きご参加可能ですので、えー、ぜひですね、あのご遠慮なく参加いただければと思います。ご自由に参加できますので。はい、じゃ本日のセッションこちらで終了となります。ありがとうございました。